なかなか普通に戦っちゃうんだよな、どうしても。あ、これ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 、裏を取る、素晴らしい。ほら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 、マジデュアル強い。はい、こんにちは、グリードです。今回も新作無料 FPS の方を動画撮っていきたいと思います。今回はスプリットゲート2のアルファテストですね、アルファテスト版やりたいと思います。皆さんスプリットゲートっていうね FPS 覚えてますかね。まあ覚えてますよね。はい、そうです、あのポータルと FPS を組み合わせたゲームになってるんですけどね。開発者が元ヘイローの世界ランカーだったり、まあ、かなりヘイローに影響を受けてる、まあ、ゲームでして、というかもうまんまヘイロー、武器だったり打ち方だったり、なんかもうデザインとかなんかもろもろヘイロー、まあヘイローっていうのはまあ Xbox のね、もう FPS の金字塔みたいなゲームがあるんですけどね、そちらにかなり似てるんですよね。一作目に関してはコンソールでも発売されてて、もう2001年ぐらいかな、コンソール版やったことあるよっていう人意外と多いかなと思います。まあそれからどれぐらい進化したのかっていうところね、今日見ていこうかなと思います。はい、というわけでマッチングしました。とりあえず初期キャラのもう武器もデフォルトのままでいきたいと思います。さあ、チームデスマッチ。4対4。まあ、8人ですね。まあ、これもヘイローと一緒の。全くヘイローと一緒です。はい。はい、ダッシュにスライディングがありますと。で、このマップ上にね、こう壁がヌメヌメしたエリアがあると思うんですけど。よいしょ。あれ。OK。ヌメヌメエリアに、こう、ポイッ。ポイッとね、E ボタンで、ポータルを2つ叩くと、そのポータルが繋がるというわけですね。はい。これで、まあ、ワープができるので、お、よいしょ。まあ、撃ち合いの時、こう、敵の裏を取ったり、逃げたりと。まあ、かなり立体的な戦いができるっていうのが、このゲームの醍醐味ではあるんですが、まあ、他の FPS にはない要素だから、ちょっと混乱するよね。で、基本的にこういう風に腰打ちで戦います。まあ、これもヘイローと一緒です。てかもう、ヘイローです。ポータル以外ヘイローですね。あと5秒、あと5秒。ブルー、ロンホ2人ウィーク。あと3秒。2弾、2弾。お、トイポ、トイポ、トイポ。お前、シーフロミル。これ裏いいのか。ダボダボ。武器の種類もね、まあ、これもヘイローによくある DMR っていう、まあ、単発の武器なんですけど、まあ、これをちょっとね、頭を狙ってなるべく、戦っていくのが、良いですね。で、これポータル焚いて。ほいこれ逃げられるか？タン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 。ラウンドワン。チームデスマッチだけど、5ラウンド選手っていう。これなんでラウンド制に したんだろうな。まあ、悪く言えばテンポが悪いんですけど、まあもしかしたらこのポータルを使って戦う上で、まあ非常にこう疲れるから、休憩を兼ねてこのラウンド制にしてるのかな？で、ヘイローと一緒でマップ上に2つ、強武器が一定時間の間隔で湧いてくるので、これロケットランチャーかな？この強武器を奪い合うっていうのもこのゲームの、まあ、重要な攻略法になってくるんですが、まあ完全にヘイローと一緒です。全く一緒です。うわ、今の倒せない？危ない。オッケー。なんかアシストもキルに入ってるですね、これね。入ってるですね。はい、ロケットランチャー拾いました。まあ、ヘイローだったら一撃級の強武器なんですけど、まあ、3発しか入ってない。無駄撃ちしていく。ちょっとつなげてみて、はい。え、あ、死なない。意外と死なない。まあ、今のが、このゲームの、綺麗に決まったね、裏取り。うん、こんな感じで、戦っていくんだけど、まあ、もっと上手い人だったらスピーディーに、もうバン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 ポータルで、裏取ったりとか、逃げたりとか、もっと立体的な動きができると思うんですけどね。ちょっと僕、ちょっとあんまりできない。うっ、な、やばい、やばい！もうすでにみんながね、言いたいことわかる。うん。日本だと流行らなそうとか、このゲーム、流行んないだろうな、みたいなコメント。書こうとしてないですか？うん、そうですね。ちょっとね、まあ、面白いんですよ、ゲーム自体は。もう2が出るぐらいだし、うん、面白いんですけど、まあ、いかんせん、ちょっと、
地味かな。まあ、配信映えはほんとしないですよね。まあ、これヘイローも一緒なんですけど、どうしてもシンプルすぎるがゆえに配信映えはどうしてもしなくて面白いですよ、本当に。ゲーム自体はすごい流行るゲームになるというわけではないとは思うんですけど、ただね、ちょっと言わせてほしい。流行る流行らないでやるゲームを決めてるわけじゃない。僕は流行らないゲームだからやらないのか、そういうわけじゃない。そんなこと言ったら日本で流行るゲームなんてもう日本の総人口的に2つか3つぐらいしか生まれないから、僕はなんかもうそこでなんかいやなんかゲームを判断したくないですよね。日本で流行るか流行らないかとかでマッチングできて楽しめればいいじゃんって思うんすよ、本当に。勝ちました。なんかぬるっと終わりましたね。あんまりこう、うおー勝った感はなかったですけど、まあこれまだアルファ版だから、もしかしたらもうちょっと演出が変わるかもしれない。もうちょっと喜べお前ら、下向くな、お前ら勝ったんやから。まあでもなんかね、 FPS も今こうキャラゲーがね主流の中、まさかの顔を出さないっていうスタイル、まあ逆に新しいかもしれないですね。ホットゾーン、これ多分ねハードポイントですね。あのエリアの取り合いです。うん、COD にもありますね。おおお、敵のポータルが、ちょっとアサルトライフルで行ってみようか。これもねヘイローにあるんですけど全く一緒ですね。でね、まあ今気になることがあるんですけども、 OKOKOK、 あったあった、ロケラン。まあね、ちょっと気になることがあるんですけど、これってスプリットゲート今回2というわけで、これ1と何が変わってるのかな。1と何が変わってます？グラフィック改善とか、まあ少しスキル系が追加されて、まああとサーバーの強化とか、まあ基本的なのはそこぐらいなのかな。まあ基本的には変わってないっすよね。うわぁ！レッツゴー！もっとね、僕がポータルをうまく使えれば、よいしょ、このゲームのもっと良さが出るかもしれないんだけど、なかなか普通に戦っちゃうんだよな、どうしても。あ、これ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 ！裏を取る！素晴らしい！これですよ。もっとうまくできると思うけどね。うん。よいしょ。ポータルが3つ使えるスキルがあるって聞いたんだけど、今のところ使えないんだよね。割とね、多分敵もまだそんなにこうポータルをうまく使える人がいなくて、だから普通の FPS って感じがしますね、今のところは。で、今回また別のキャラにしてきたんですが、これ G で、これシールドかな？ドームシールド的なサムティングと E ボタン、あ、E ボタンはポータルだ。よーしょ、強い、ポインポイン。で、デュアルに切り替えて、はい、この武器はね、デュアルモードにできるんですけど、全然見せられないな。ちょっとバースト銃にしよう。ヘイローだったらバースト銃が一番強いんですけども、よいしょ。まあ2作目ってことで UI もね、すごくわかりやすいし、まあゲーム自体も軽い。ね、バグっていうのもそんなに見られないので、まあ完成度は本当に申し分なしって感じですよ。敵のポータルを使ってみようか。ちょっとこうマップ狭い、ちょっと待って、これさすがにマップ狭いって、ちょっと SMG にしようか。ナイス。おおおお、ここはね、さすがにマップが狭いと思いますね、少し。よし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 。で、なんか今回スキルをスティームショットにしてきたんだけど、これは COD にあるスティームショットでいいんだよね。動作もまんま一緒や。追いかけるよ。オーキオーキ、いいよ、おいよ。もうポータルどこに繋がってるのか自分もわかんないけど、とりあえずね、目についたところを手当たり次第焚いていけば、なんかそれっぽくかっこよくなるんで。で、こうピュン、これロケットランチャーね。で、ほら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 、マジデュアル強い。溶けすぎー。で、これ、ロケランも拾っちゃうよ。はい。なんだこれ、スモーク？スモークまでいいのか？危ない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 。
おーしよし、ダブルキル。これ弾ないから、ショットガンかな？ショットガン拾って、おお！あ、これショットガンめっちゃ楽しいぞ。もうこれポータル使ってないけどね、もはや。これ普通にやって、普通の FPS これだと。まあでも、最近の FPS はもうこういうさ、ね、アリーナ系の FPS でしかも無料っていうのは少ないから、まあ、ヘイローとかあるけど、あれは PC、PC と Xbox だけですからね。PS でもってなるとかなり絞られちゃうんですよね。まあ、ヘイローも最近やってなかったから、こういうスピーディーな、ね、アリーナ系 FPS、かなり懐かしくて面白いね。さっきね、敵が使ってたショットガン強かったから、使ってみようかなと思うんですけど、で、このスモークグレネード。球体型の、ショットガンに切り替えて、これ、スモーク打ちできるんじゃない？ええこれ、これ絶対ショットガン、ええー、待って、ダメージ、おかしい、おかしい、おかしい。おかしいだろ、これ。あれ、これは。あ、取れんかった。これじゃショットガンおかしいんじゃないかな。これ落ちてる武器じゃなくてロードアウト武器だからね、しかも。あ、これは、これは、これはクソエイム。あれ？ナイス！裏取りいけるよ。はいー楽しい。はいー、レッツゴー、ダブルキル。ちょっと無駄打ち？オッケーオッケーオッケー。これじゃ、ショットガンおかしいだろ。これ絶対おかしいよな。え？なんか、中距離8割ぐらいたまに持っていけるときがあるんだよな。危ない危ない危ない。あそこにポータル焚いてるから、最悪ここ逃げると。ワンチャン追いかけてくるかもしれないから、グレネード投げて、こういう感じね。あ、やった、勝った。圧勝やん。多分動画的には、地味だと思うんですよ。え、これ本当面白いの？って思うかもしれないけど。いや、ゲーム自体は本当に面白い。ちゃんと面白いです。いや、面白いからこそ、ちゃんと、スプリットゲート2というわけで、2作目が出てるわけだから、仕方がないけど、あんまり動画配信は、されないタイプのゲームかなと思う。ただね、やっぱりその、一部のこう、コアなファンっていうのは間違いなくいると思うから、まあ、マッチングは困らないんじゃないかなとは思います。まあ、ちょっとまだアルファ版ってことで、来年のいつ出るのかな？そう、リリース自体は2025年で PS4 だって PS5、Xbox、PC の方でリリース予定というわけで。というわけで、今回はスプリットゲート2やってまいりました。よかったらチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。まあ、こんな感じで新作の FPS と、まあ、これからどんどん触っていこうかなと思うのでよろしくお願いします。バイバイっす。